デルタたちに作った時は盛り上がったけど、イオンたちの場合はそうもいかないよね。そうだね、あなたとツイスタ1ゲームするのはチヨツと無理そうだし。あつ、そうだ、それなら私と姉ちゃんでやろうよ。な、何言ってるのイオン、そんなのダメに決まってるでしよ。ツイスタ1ゲームは異性とやるからこそ楽しいゲームだけど、同性でやるとものすごく寂しい気持ちになることで有名なんだよ。ゲームなのに、そんな風に懐っちゃうの？スリやね。っていうか、パーティーゲームは異性と気まずくならずに1やつくのが目的で作られてるものなんだし。そうなんだ。でも、ちょっと残念だな。美味しそうな料理がいっぱいあるから、私も食べてみたかったのに。あ、それなら普通に食べちゃっていいよ。ゲームをしないなら、普通に食べても問題ないし。私もそう思うよ。普通にツイスターゲームをするだけでも密着はできると思うし。でもこのツイスターランチなら密着しつつ相手に料理を食べさせてあげることもできるの？これならただのツイスターゲームよりもドキドキがさらに上がると思わない？うん、料理の上に入れないかな。つて不安から来るドキドキの方が強くて、あんまり異性に対するドキドキはできないような。